はい、どうもね。急にさっき動画で止めたからね、自分の式を悟ってみんなにあの動画の内に自分の死を残さないようにしたのかな。まあいいや、ちょっとね、あの1時間過ぎるから、まあ、そろそろね、あの座りっぱなし良くないなと思ったけどさ、久しぶりにかかとが痛えのよ。かかとが裂けてさ、まあ、かかとのひびが裂けがひどくて痛えのが尾を引くウォって面白いね。ウォって発音できるじゃん。ウォ。はい、ということでね、何もないですが、別に。今日も京都で水がうまい。ケツ痛いんだよな。ケツが痛いよりケツにできたデキモンが痛い。痛もんだな、こいつは。今日からお前はデキモンじゃない。痛もんだ。痛え地雷ができてんだ。いつか爆発すんだ。ね、ちょっとやそっと触ったくらいじゃ爆発しねえんだ。次元爆弾があんだ、ケツには。いつか必ず爆発するけど。ね、よくありません。いやー、暑いなこの部屋。冷房26にしてるのにね。無視すなよ、わしゃの命令を。なあ、あリモコンどこだって思ったら、あ、しょんべん行きたくなってきたな。ちょっと冷房25にするわ。絶対腹冷える。床暖つけてたからだって。でもさ、なんかオロチマルのさ、なんかその優勝するってよくわかんないんだけど、それもなんか夏井フェスタマリさんか泊まりさんか誰かが最悪とか言ってたんだけど、わかんない、嘘かもしれないし本当かもしれない、俺のね曖昧な記憶ですけど、俺はそういう面白い人たちを参考にしてなんかさ自分の好きなものを選んでる節があるから良くないよね。不幸になる一方で、でも俺なんとも思わなかった。別に面白くはないけど、あ、オロチマルだな。オロチマルが、ね、晩酌してるなって感じだった。別に不快にも思わないし、どうでもいいから。うん。まあ、なんとなく見てたけど。まあでもそこそこ楽しい気持ちにさせてもらってたと思う。まあ、そういう人たちの水差しがなければ俺は今も見てたかもしれない。待ち遠しにしてたかもしれない。意外に感性普通なんですよね。そう、なんか変な尖り方。だから尖るのやめようって思って、うん、やっぱ尖るのってね、不幸になるだけ。尖りすぎて尖るのやめました。まあ、何もしなくても尖り続けられるので。うん、常時尖る。まあ、別に魔法カウンターをね、常にね、あの、切れたら貼って、切れたら貼ってってやらなくていいんです。常に魔法カウンターなんです。常にアタカンタなんですよ、私は。わかります？うん。常にスーパーハイテンションなんですよ。そんな特性はない。いやーでも常にスーパーハイテンションあったらいいな。めちゃくちゃ強そう。でも大将どうなるんだろうね。ザキ弱点みたいな。ね、魔法系全部ね、超弱点みたいなだって。うん。ザキ判定になるのかな、魔法一発食らっただけで。クソじゃない。まあね、そんなことは別にいいわけはないんですが、いやー何しようかな。いやでも嫌なやつしか出てこない RPG みたいなの作りてえなーって思ったけど、俺別にゲーム作れなかった。こういう時にゲームプログラマーになってきゃよかったって思ったけど、なんかで作ろう。めちゃくちゃ物盗むやつとか、経験値くれるけど一旦目必ず逃げるやつとか、
あと倒すと経験値奪われるやつ、金奪われるやつとか、あとなんだろうな、あの自爆してくるやつとかね、うん、連続攻撃で会心攻撃しか出さない HP そこそこ高めのやつが8体出てくるとか、そういうドラクエしかやったことないんだけど、嫌なやつしか集めないようにしようかな、うん、あとただひたすらに強いやつとか、あとその経験値奪われるんだけど物理攻撃するたびに分裂するやつとかで、分裂すると一度に7体増えるとか、うん、で魔法攻撃すればするほど魔法を吸収していって、その吸収するたびに色が変わっていく、その経験値奪われるタイプで、いろんな属性を吸収すれば吸収するほど減るね、あの属性減る経験値増えるとか、うん、あとなんだろうな、嫌なやつ、うん、めちゃくちゃザキ打ってくるやつとか、ザキしか打たないやつ、もしくはめちゃくちゃラリホーとかマヒとか打ってくるやつ、うん、あとなんだろうな、じゃあ嫌なやつってなんだろうな、あ、2回行動とか4回行動くらいしてくるやつね、メガザル、うん、で自爆してくるやつがうざいよな、攻撃したら自爆って、うん、自爆メガザルみたいなね、最後にその自爆連鎖みたいなのも面白そうだよね、うん、1人自爆したら自爆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 って、8回分自爆なんだけど8匹目がメガザル自爆っていう、自爆攻撃を与えつつメガザルをするっていう、で7体復活みたいな、うん、で仲間呼ぶで一気に7体、一応8体、うん、もしくはもう10匹スライムくらいのメタルスライム的な経験値いっぱいくれるやつが来るけど、1ターン目必ず逃げるとか、あとめちゃくちゃ護衛に守られてる経験値高めのやつとか、うん、すごいメタルドラゴン的なやつめちゃくちゃ守られてる経験値高いやつみたいな、うん、あと普通に必ずこちらよりレベル10に、いや20とか高めで絶対に出てくるやつ、レベル99でも119として出てくるみたいな、嫌なやつみたいな、嫌なやつしかいない。それで普通ノーマルモードとかだと、まあイージーノーマルモードだと普通にめちゃくちゃ優しいあの武器屋がいる、1ゴールドでいろんなものを売ってくれるってね、で勇者だからって言ってその町の人がお金くれるってシステムで、普通にハードモードだと本当に普通の武器屋と宿屋、うん、ノーマル、それ嫌だな。ただひたすらに嫌な敵がいっぱい出てくる。うん。物を盗むやつとかな。うん。あと、マップが絶妙に一歩、毒踏まないといけないですね。基本的にさ、毒絶対に踏まないきゃいけないのってさ、最終じゃん。毒踏むエリアの最終、最後になってることが多いじゃん。俺のモンスターでそうだったんだ。でも基本的に絶対毒全部一歩ずつ踏まなきゃいけないみたいね、嫌なのなんだろうな、うん、ドロップアイテム多すぎなやつみたいな、めちゃくちゃ所持品がかさばるみたいな、8体で一気に出てきてテレレーンって買ったら8人必ず馬の糞ドロップみたいな、うん、で いちいち捨てる作業をしなきゃいけないみたいな、あとなんだろうな、人食い箱的なやつがめちゃくちゃ来るみたいな、ね、人食い箱開けたらね、大きな宝箱を開けたら人食い箱的なやつミミックが8体出てくるみたいな、ね、ガシュンガシュンガシュンってやられておしまいみたいな、1人いるだけでもめちゃくちゃ強い人食い箱が8体みたいなね、
うん、クソゲー作ってやりたい、クソ RPG。 でも俺ドラクエしかやったことないから、ドラクエの嫌な敵しか知らない、物を盗んでくるやつとかね。あと普通に毒、基本的に状態上毒みたいな、通常攻撃に毒ついてるやつとか、うん、基本的に普通のモンスターは全員、普通っぽいモンスターは魔法がザキか状態異常に毒とか麻痺とか即死効果があるみたいなやつしか出ないみたいな。それか物理攻撃無効、魔法攻撃無効が平気でいるみたいな。で仲間呼ぶ数多すぎみたいな。仲間呼びで一度にその出せるだけいっぱいに仲間呼んでくれるんですよ。で仲間呼ぶ癖してそいつ自体もそこそこ強いみたいな、うん、で自爆メガザルしてくるって、自爆して下手したらザキで死ぬかもしれないし、でもそこそこのダメージは食らうし、うん、で自爆連射でダダダン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 って食らう、毒自爆みたいなね、相手に必ず毒、猛毒を与えて自爆ダメージ、もしくはたまに即死みたいな、もう嫌がらせ RPG みたいなね、作りたいよな別に、もしあってもやりたくはない。うわ大事なヘッドホンが押しつぶされてた。で大事じゃないじゃんって、いや大事だよ。あれ、ないな、メガネ拭きないわ。あったあった、下に落ちてた。いやでもいいね、そういうゲームやりたいわ。あと嫌なの何かな、いや分身使うやつみたいなね、実体に攻撃を与えないとダメみたいな、うん、それでなぜかその時だけ32体くらいいるみたいな、普通8体なのに、うん、どんな敵が嫌かな、まあ属性毒攻撃、ただ普通に強いやつがいたり分裂してくるやつがいるみたいな。で分裂するんだけど、普通だったら分裂して無限に一回の戦闘で経験値稼げて嬉しいだけど、経験値奪ってくるやつ、金奪ってくるやつ、うん、でメガザルループみたいなの使ってくる、仲間呼んで、でその自爆最後に知るときにメガザルを必ず使うみたいな、で全体攻撃とかで一気に倒すとダメみたいな、積みゲーじゃん、どうすりゃいいのそれで、めちゃくちゃ借金を負うって、別に金がゼロになるんじゃなくて借金になるって、でもノーイージーモードだとその借金肩代わりしてくれる人がいるみたいなね、町の富豪に使う、だから町のクエストとかを深めるっていうか、まあ普通にノーマルモードでもそのイージーモードは街のクエストをやんなくてもある程度解放してるみたいな。ね。で、街のクエストを進めていくとその仲間の人数を増やしたりするみたいな。で、コンビっていうのが使えるようになるみたいな。でもそもそも8体パーティーでコンビを組むっていうので16人パーティーができる。8枠16人パーティーでトリオを組むみたいなので、実質24人パーティーみたいな。合ってるよね、が組めるぞみたいな、うん、そういうのおもろそうだ、それで数の暴力で勝っていこうみたいな、
まあでもそんなゲームおもろそうだな。でもなんだかんだ言ってそういうゲームありそうだよな。嫌なやつしかいないゲームみたいな。まあそんなとこですよ。うんこしたくなったので、バイニャラ。